ドンジュは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。県における、ドンジュの位置ドンジュは、ロワール川川口の北岸にあり、サンナゼールの東10キロメートルのところにある。国内では、カマルグに次ぐ広大な湿地帯であるブリエール湿地に近い。多くの動植物の種から構成される、地域圏自然公園を持つ。町は、岩盤がむき出しになった。 中石体に位置する。エルワン、バルリーによるブルターニュの区分では、ドンジュは、伝統的な地方区分では、ブリエール、歴史的な地方区分では、ベーナンテに属する。1104年、ルドンの修道院による特許状大帳には、ドンギアの名で記されている。地元で話されるオイル語の一種、ガロゴでは、ドーニとなる。エラルディエールのマノワール石油生成書ドンジュ校に、 停泊する石油タンカードンジュ駅と石油生成所人の定住は旧石器時代からあったが人々が活動した痕跡が見つかるのは新石器時代以降である。ドンジュの中では多くの巨石記念物を見つけることができる。ローマ時代には鉛が見つかっている。グレオカの麓ではガロローマ時代の遺構が発見された。276年頃に起きた。 最初のサクソン人襲来の際、金品や宝物がエル島に隠された。19世紀、アマパー・ゴアルはポストジュムとテトラカスと刻まれた効果が見つかっている。9世紀、ドンジュンの土地はノルマン人に略奪された。ノルマン人たちはロワール川川口に定住していたのである。アラン・バルブトルとはノルマン人を退け、なんと白そしてブルター入港アラン二世となったが、 ノルマン人たちは数カ所の地域に残留した。ドンジュには当時少なくともブルトン語話者が定住していた。実際に村や集落の名称の研究によって地名学はかなり正確にブルトン語の方言の東側境会が拡張されていたと認めている。この教会は1907年に大学教員ジョゼフ・ロットによって決定された。 このロッド線は、ロワール川から、ドンジュの東へ、イギリス海峡へ伸び、ロゼシュルクウェノンの東まであった。11世紀、南都市尺、ロダルは、ロワール川沿いの岩の路頭の上にある、封建時代の山城へ定住した。そこは、河口の監視に適した、戦略上の用地だった。このダンジョンが、ドンジュの町の最古の起源である。この城の周りで、 ドンジュ領主は世襲制の試者領を確立した。彼らの領地には、ロワール河口の湿地帯にある15の教区が含まれていた。ドンジュ試者の領地は、サンナザールからコルドメ、そして、ルタンプルイコールドブルターニュまで伸びていた。西側は、公爵のドメーヌであるゲランド及びグランドブリエール、モティエールと接し、北は、ラ・ロッシュベルナール断爵領及び、ポイコールシャトー断爵領、 そして東側は、ラ・ロッシュアン・サブネ・ダンシャクリオとレゲール、南側は、ロワール・川ワトレ・ダンシャクリオに接していた。千七十年代、死者フリュード・ドンジュは、自らの城の近くに、村や、修道院を作るよう、トゥールのマルムーディエ修道院の修道士たちに依頼した。城は十二世紀半ば、ブルターニュ・コーコナン三世の命令によって、当時のドンジュ死者クサバリエの報復として、 破壊されている。ドンジュ十クは、その後、クロサック湿地の中にある小島に、ロリ遊場を建てて移り住んだ。1771年から1925年に、かけ、湿地帯の干拓が進められた。1853年、デクレにより、鉄道の通過が可能になった。これが産業化の始まりだった。1917年、 サンナゼール港の混雑を解消するため、ドンジュ港が建設され、アメリカやイギリスからの貨物が陸揚げされた。1930年代以降、石油生成所が建設されていった。1944年7月24日と25日、ドンジュの町は爆撃を受けて破壊され、元の町から1キロメートル離れた場所に再建された。トタルが運営する石油生成所は、 現在、年間11万トンの石油を処理する、国内第2位の石油生成所である。生成所には、鉄道のトゥールさんなぜいる路線が横切っており、駅も生成所の影響の真っ只中にある。現在の生成所の北 4.5km の新しい、場所にバイパスを建設する計画は、町から、まっすぐ伸びる路線と新駅の建設が真っ先に、挙げられる。しかし、 この開発計画の実施は常にコストを理由に延期されている。鉄道の存在がトタルによる工業用地の拡大計画の妨げになっている。状況を打開しようとトタルは1.2億ユーロから1.5億ユーロかかるとされるバイパス事業を手こ入れしようと2015年春に準備しているように見えた。計画への合意は2015年の終わりまでになされると 期待されている。行政手続きや公益の認定を受ける作業は2017年に行われることになっている。コミューン経済はトタルが運営するドンジュ石油生成所に大きく依存している。ソースイコール1999年まで LDH, イヘスカシニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。